はい、出ました。はい、はい、6が出ました。6番。はい、6はですね、沖縄の怪談の特徴。あ、なるほどですね。これね、まあ、以前この番組のゲストで出ていただいた、はい、ヤースーさん。あ、はいはい、ね、ヤースーさんも沖縄出身の方で、はい、まあ、そのおばあちゃんがユタだったりとか、うんうんうん、ね、沖縄特有のお話ってのをされるんですけど、うん、やっぱこの、ね、本州の怪談と沖縄のその怪談の違いってやっぱりありますか？なんかね、僕もいろいろお話聞かせてもらってる中で、よくあるのがやっぱりユタの方が出てくるような話ってやっぱ多くて、まあ、ヤス君のね、おばあちゃんの話もそうなんですけども、割と身の回りにそういう、ユタの家系の友達とかがいたりして、それにまつわる話っていうのは、まあ、多いのが特徴なのかなと思うんですけど、まあ、その何だろうな、ユタ自体が、まあ、そうですね、本土の方だったりすると、こういう、まあ、例えば霊媒師の方ってあんまり身近にいないじゃないですか、うん、はい、生活の中にはあんまりないと思うんですけど、はいはいはい、結構沖縄の方だと、例えば何か日常の生活の中で困ったことがあって、うん、まあ、病院とか行って体調を崩したりとかして、病院行って原因が分からないとか、うん、何か良くないことが立て続けに起こるなっていう時に、やっぱ相談する相手っていうのがユタの方だったりするんですよ。で、まあ、相談して、例えばお墓がほったらかしになってるから、ご先祖様がちょっとそういうことを訴えてるんじゃないかとか、うんうん、まあ、何か原因っていうのを探してくれるんですよね、うんうんうん、でそれに、お話のなんか、沿ってやると解決したりするような話っていうのが結構あるので、割とこの、まあ、なんだろう、霊的なもんっていうんですかね、そういうのと日常の生活の中で起こることっていうのが近いのかもしれないですね。ああ、なるほど。そう、なんか今すごく合点がいったというか、うん、そのユタって言われてる方って、はい、沖縄でどのぐらいその人数いるもんなんですかね。どれぐらいいるんでしょうね。どれぐらいか分かんないですけど、まあ、親戚の例えばおばちゃんとかおばあさんとかに、まあ、辿っていけば一人二人ぐらいは結構近い方にいるっていうのがあって、はあ、もうどの家庭でもちょっとそう辿ればすぐに、大体、まあ、もしくは近所にいるとか、何かあったらじゃああっちのおばさんとかおばあに相談してみようっていうのが結構あって、まあ、僕も実家が引っ越しする時なんかは、まあ、仏壇打つ時に、はい、まあ、親戚の、まあ、ユタやってるおばさんに相談して、まあ、日取りを決めたりとか、まあ、どういうふうなことをやって、まあ、段取り踏んだ方がいいよっていうのはあったりとかしましたけどね。なるほど。あ、よくね、その沖縄の怪談って聞いてると、うん、やっぱり、ね、すぐにこのユタって言われる方が、はいはい、登場する、うん、でもそうか、ね、そんなにいるもんかって思ってたけど、いるんですね。そうですね、まあ、歯医者ぐらいいるんじゃないですか、もしかしたら。はあ。なんかいるじゃないですか、親戚で誰々のお姉ちゃん歯医者やってるよみたいな感じぐらいの感覚でいるじゃないかなと思うんですけどね。まずそこが根本的にその、うん、違うというか、だからもっとそのスピリチュアルというか、その霊的なものっていうのが、うん、身近にあるっていう土壌なんですね、もともと。身近ですね。それに対してなんか軽減な感じはしないというか、はあ、はあはあ、やっぱりそれも、皆さんね、うん、そのすぐに取り入れるというか、そこに何の疑問とかもなく、そうですね、そういうものだっていう共通認識がやっぱあるんですね。ありますね。なんかかかりつけ医みたいな感じで、かかりつけユタみたいなのがあったりとかするぐらい、例えばこれ僕の友達のお父さんが、まあ、観光バスの運転手してるんですけども、やっぱり例えば修学旅行とかで来た、学生さんたちを、まあ、沖縄の例えば南部の方の戦跡のね、ある資料館とかに連れてった時に、うん、やっぱりなんか感受性が強い子なんか何人ももらうことがあるらしいんですよ、はあはあ、倒れたりとか具合悪くなったりとかするんだけども、うん、そういう時に、あ、じゃあちょっと待って、じゃあどこどこの病院一旦行って、うん、体調を見るだけじゃなくて、そういうなんか霊的なものも見ることができるような先生がいるとか、うん、ここ行って何かあった時はじゃあ必ずここの病院の方に行きなさいっていうような感じとかで、なんかあった時に対処法みたいなのが結構なんかこの、まあ、マニュアルじゃないですけど、そういった
旅行会社の方でもあるみたいな。なるほど。があって、まあ、いわゆるその神秘といいますか、そういうものが、ね、我々 の, その本土というんですかね、本州でとかの人に比べてもっとカジュアルというか、カジュアルもう本当に身近にあるんですね、うん、あんまり驚かないですね、こういう話を聞いても。あ、まあそういうこと沖縄ではあるよねみたいな。はあ、面白いですねこれ、はあ、うん、あじゃあちょっと次の、はい、面に行ってみようかなと思います。何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな。ああ、随分向こうまで行っちゃったな。 3?、はい、3が出ました。3が出ました。はい、3何でしたっけ。3です。3はですね、3、はい、ああこれ聞いてみたかったんです。音楽を始めたきっかけ。あ、音楽を始めたきっかけですか。はい、これはですね、まあ、楽器とか始めたきっかけっていうのが中学校 中3の時とかだったと思うんですけど、それこそね、ロックさんってまあ同世代なので、はい、なんとなくその時代背景ってわかるかと思うんですけど、はい、当時ね、僕田舎だったんで、中学校の中のヒエラルキーっていうのがやっぱあって、あ、はいはい、今はどうかわかんないですけど、やっぱり沖縄でもある程度まあヤンキー的なやんちゃな人の方が、はい、まあ、その中学校の時ってあの上の方にいるんですよ、はい、でその次ぐらいが、部活とかで活躍してる人たちがいて、で僕どっちでもなかったので、うん、ね、部活も一応所属はしてましたけど、特にね選手とかやってたわけじゃなかったので、まあ、何者でもなかったんですよ、うんうん、でその時にやっぱり音楽聴いて別世界のものというか、自分が体験したことないような世界があるなっていうのがあって、でそれこそ楽器を始めてバンドとかやったら何か自分も特別なものになれるんじゃないかなと思って、そういう妄想だけがめちゃくちゃ膨らんでたんですよ、はいはい、やっぱ田舎なんで楽器屋さんとかも、まあ、そんなになくて、うん、離れた町の方に行かないといけないし、今みたいにネット通販みたいなのないわけですよ、はい、雑誌の例えば、うん、あの通販ページとか見るしかないから、楽器をどう買っていいかも分かんないで、興味はあったんですけどなかなか始めきれなくて、はい、で、まあ、僕あの双子の弟もいるんですけど、はい、双子の弟とまた近所の友達と、まあ、この広告だけを見ていつかこれを手にした時に何かできるんじゃないかなみたいなのを悶々と1年ぐらいちょっとくすぶってた時期があって、で中3の夏休みぐらいにじゃあもう意を決してみんなで楽器を買いに行こうぜってなって、いいですね、町の方の楽器屋さん、那覇の方の楽器屋さんに、それこそカツアゲとかされないようにもう靴の中にお金を隠してやっとで買いに行って、そこでまああの3人ぐらい、まあ、弟とその近所の友達3人で同時に楽器を始めたっていうのが、まあ、自分で音楽をやるようになったきっかけなんですよね。でそれこそあの中学校の時は本当にもうなんだろうな、まあ、ヒエラルキー下の方だったんですけど、高校になった時やっぱ高校デビューしてやろうと、これで、でそれこそバンドとかやったら何かまた、ね、何者かになれるんじゃないかなっていうので、うん、ずっとまあ虎視眈々と狙ってて、まあ、高校生になったんですけど、結局まあバンドやったところで何者にもなれなかったっす、うん、なんですけどやっぱりずっと音楽好きだったりとか、うん、何かになりたいと思って、うん、まあ、ずっとやってました。あー、なんかうわー、いいですね。いやー、ちょっとこのヒエラルキーの話はよく僕も未だにするんですけどそう、僕も結局そのヤンキーでもないし、その、ね、スポーツもやってないし、はい、っていう人間のあの最後の砦ですよね。そうですね。もうだからこれさえ持てば武器だと思いましたもん。そうですね。マシンガンだと思いましたよね。もうめちゃくちゃこれ何でもできると思ってましたよ、ね。そうなんですよね、うん。でも何もできなかったですね。持っただけじゃ。できないんですよ。いや、じゃあちょっと次の、はい、質問に行ってみたいと思います。はい、何が出るかな。お、2が出ましたね。2が出ました。これもちょっと気になるんですよ。 2、はい、2がですね、階段と音楽の共通点。なるほど。これちょっと僕ね、やっぱミュージシャンの方に聞いてみたいんですよ。共通点ですか。やっぱりなんか物語性が共通してるんじゃないかなと思ってて、うん、まあ、音楽も、まあ、例えば曲の中でのストーリーみたいなのがあるじゃないですか、はいはい、まあ、起承転結みたいなのがあって、どっか感動するポイントとか熱くなるポイントっていうのがあるかと、うん、まあ、思うんですけど、階段の中にもやっぱりなんか怖いと感じるポイントがあったり、
なんか不思議だなと思ってこの興味が湧き立つ話があったり、はい、どこかなんかこのあったかくなる話とかっていう、まあ、いろんなストーリーがあるじゃないですか、はい、でそこでそれこそね、その心に来る話とかで感じる物語性って結構共通してるんじゃないかなって僕思ったりするんですよね。なるほど。で、まあ、例えば話自体もそうですし、話例えばいろいろ体験者の方から聞かせてもらった時の興味をそそるポイントとか、はいはい、まあ、音楽とかでも聞いた時になんかその人の人となりみたいなところも気になったりとか、はい、そのバンドだったらバンドのこのメンバーそれぞれの色だったりとか、うん、その人の生きてきたこの物語とかも気になっちゃう、うん、深掘りしたくなる部分とかも、うん、この怪談の話の中にもその体験者の人がどういった今まで経験してきたのだろうかとか、その物語の背景にどういった時代背景とかがあるのかなとかいうふうな、なんか深掘りしたくなるポイントとかで割と共通してるんじゃないかって僕思うんですよね、自分。なんですけど多分ね、メンバーには全く理解されないと思います、このことは。はあ、だから言ってしまえばその怪談の一番怖いポイントって、うん、曲で言えばサビみたいなことなんですね。そうそうそう。これでもね、僕本当ね、うん、その認識が広がってほしいなと思うんですけど。そうですね。例えば音楽のライブだと、うん、でオーディエンスもその自分の好きな曲かかってその曲のサビとかみんな合唱するじゃないですか、はい、あれ怪談でもできないかなと思ってシンガロン怪談で出てきそうじゃないですか、有名な怪談、まあ、それこそ田中さんのね、はいはい、アベコベの話だったら全員でわーってね、はいはい、これシンガロングと一緒じゃないですか、ねね、全員でサビ歌うみたいな感じ、ね、わーすごーいとね、みんなで合唱するみたいなとかお前だーとかもね、そういうオチの話とかもね、全員でサビを合唱するみたいなのも割となんかできそうっすけど ね有名な怪談の話とかコピーしたくなる話とかってあるじゃないですか、はい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 、まあ、音楽だったら、ね、このギターをコピーしたい、はい、この歌を自分でも弾き語ってみたいかのように聞かせてもらった他の怪談師の人が話してる怪談もやっぱすごいいい話だったら誰かに話したいとかっていうのはちょっとコピーしたいっていうのとちょっと共通してるんじゃないかなと思ったりするんですけどね。なるほどね。そうですね、コピー、まあ、バンドだとねみんなやっぱ最初コピーするじゃないですか、うん、はい、あれちょっと階段でもねやってみたいですよね、コピーでだんだんその後、ね、自分のオリジナル要素を増やしてこうカバーみたいな、そうですね、同じ話だけど自分がやるとこうなるみたいな、うん、なんか朗読とかだったらお題というか元々の話があってそれぞれの話し方とか何だろう声色とかでいろいろ表現の変化でつけ切るじゃないですか、うん、それってやっぱりね音楽のカバーコピーと同じような感じなんじゃないかなっていうのがねありそうですし、あとやっぱりこの例えば今僕とロックさんお話してますけども、まあこれってよく言えばですよ、トークセッションみたいな感じで誰か音楽とかでも誰かと一緒にやった時にその人の話に釣られて出てくる話とかってあるのって、うん、いわゆるセッション的なもんじゃないかなと思うんですけどね、うん、そうなんですよ ね場所でもやっぱ変わるじゃないですか、はい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 、お客さん見てその話す内容とかその話し方も変わるっていうのは結構まあ共通してる部分なんじゃないかなと、ね、うんうんうん、思いますけどね。で僕ね怪談をやっててその、はい、語りっていうものって、うん、突き詰めていくと僕やっぱそのテンポリズムと、うん、トーンだなと思うんですよね、はい、だからその興味を人の興味を引く喋り方って、うん、例えばね居酒屋で飲んでてなんか妙に隣の席の人の話が耳に入ってくるなっていうのって、うん、分析していくとやっぱその人の喋り方がうまいというか、うん、はい、うまい喋りってその流暢に喋るってことじゃなくてやっぱその独特のリズムだったり、うん、トーンだったりなのかなっていうのを考えていくと、うん、この語りっていうのも僕は突き詰めていくと音楽になりうるんじゃないかなと思ってて、うん、僕もミュージシャンって名乗っていいですか？もちろん しびれクラブ、ね、やられてますもんね。やった、僕今日からミュージシャンです。はい。はい、今回はここまでとなります。さあ次回どんなエピソードが飛び出すのか乞うご期待です。